こんにちは、こじこじです。今回は EPROM 開発環境が整ったので、本番環境で使う前に準備段階としまして EPROM 開発環境ってどんなのという紹介から、実際にね、テストとして EPROM 開発環境を使って、古い知識ではあるんですけども、皆様と一緒にね、新しく勉強していきたいと思います。ということで、こういった感じの EPROM 開発環境準備しました。この開発環境は以前から僕が興味があったのに加えて PC8001 をね直すべくしてね用意した感じになります。で今回準備段階として実際使ってねどんな感じなのかをね皆様とね共有できればなと思っています。まずユニバーサルプログラマー、Amazon や秋葉原の電子パーツショップでおなじみのユニバーサルプログラマーなんですけども、こちらのね TL866 でね EPROM 焼けるということで購入しました。中身の方はねすでに開けて僕が確認済みなんですけども、こういった感じでロムライター、付属品としましてはまあ大したものはついてないんですけども、USB のケーブルとドライバーの CD が入っています。ユニバーサルプログラマーロムライターなんですけども、こういった感じでロック機構がついていまして、上面にパワーランプとランランプ、そしてミニプロと IC の向きがねこういった感じでこう切り口書いてあるので差し間違いがねないのかなと思います。ぐるりと一周こういった感じになっています。特に特徴がないのが特徴なのかなといった感じ。非常にねコンパクトな作りなんですけども、これでね、40ピンまでのフラッシュメモリーとか EPROM 焼けるということでね、すっごくね便利だと思います。 EPROM イレイザー自作しようかなと思ったんですけども、オークションで2000円で購入することができたので、ぶっちゃけ自作するよりね信頼性が高いものを買った方がいいと思ってこちら購入しました。こちらなんですけども、リープかな、リープの EPROM イレイザーということでね、定価5800円っぽかったんですけども、前の持ち主さんあまり使ってないのかなって印象を受けました。で説明書が入っていまして、ただね電源が入っていないということでね、まあ電源は汎用性のあるものなので、はい、別途ね僕の方で用意しました。でこちらが EPROM イレイザーモデル LER-121A ということです。ここにダイヤルがついていて、トースターみたいな感じで時間設定してこちらにね EPROM 入れて紫外線でねデータを消す装置になっています。 EPROM イレイザーもぐるりと一周見ていきます。ぐるりと一周こういった感じで、電源の規格がセンターマイナスの 9V の 500mAということでね、楽器系やる人ならねエフェクターとかの電源がねそのまま使えそうな規格となっています。で一周ぐるりとこういった感じ、特にね電源ボタンとかはなくて、こちらのねトレイを開いて内部にね開閉スイッチがついていまして、開閉スイッチを検知してね紫外線が照射されるみたいで、この覗き窓からね紫外線を肉眼で見ないでねこうついてるかついてないかを確認できるみたいです。でこの上のダイヤルを回すことによって好きな時間でね EPROM のデータをね消去することができるようです。続いて EPROM なんですけども、ちょっと100均の箱にね入れちゃってあるんですけども、オークションでジャンクで購入しました。前の持ち主さんというかどっかの工場から流れてきたのかな、すべてね NEC のチップですね。これがね何のデータなのか全く僕にはわからないんですけども、今回ね別件で使ってみたいものがありまして、容量的にねもう印刷もねかなり薄れちゃってるんですけども 27C1024 こちらをね使用したいと思います。それではこちらのロムライターのドライバーとソフトウェア、すでにねパソコンにインストール済みの状態でこちらをね USB ケーブルで接続します。こういった感じで接続しますとパワーランプがね光る感じとなっています。ロムライターのソフトはこういった感じになっていまして、こちらセレクト IC で番号を入れることによってね、こう簡単にメーカー名出てきて、今回は NEC の
D27C1024A なので、こちら選択してセレクトをします。セレクトを押すと、こちらのインフォメーションボタンがありまして、このインフォメーションを押すと、こうどっち向きにね、こうロックの方向にこの切り口あって、1ピンここでこんな感じで刺しますよみたいなアナウンスも出てくるので、結構使いやすいといったら使いやすいんじゃないかと思います。で、こちらのボタンを押してリードボタンを押すことによって EPROM の中身を読み込むことができます。それでは画面の表示にあったように、このね、半分切れかかってる口を、このロックの向き、こちらにもねちょっと書いてあると思うんですけども、この向きで刺してねみたいな感じの、この向きで EPROM 差し込んでロックして、ちょっとね読み込みを行ってみたいと思います。で、読み込んだ内容なんですけども、こういったバイナリーファイルというのかな、そういった感じで特に読める文字列はないんですけども、この辺ですね、この辺ちょっとかろうじて読める文字列が入っているんですけども、一体ね何のソフトが入っていたのかはちょっと分かりません。分かる方いたらね、コメント欄で書いていただけると、はい、個人的にちょっと好奇心満たされる感じで嬉しいです。ロムの中身はね生きているんじゃないかと思います。それではここで Wikipedia を参考に UVEPROM の特性についてざっくりと紹介していきます。今まで EPROM、EPROM とずっと言ってたんですけども、正式名称は UVEPROM 紫外線消去型 EPROM で、紫外線を照射することで記憶内容の消去が可能なロムとなっています。このロムの種類については基本情報の本にもね載っていて、この UVEPROM も載っていたんですけども、実は僕も使うのが初めて、情報としては知ってたんですけども初めて使うこととなります。 IC パケット上に紫外線を照射するためのガラス窓が設けられており、こちらですね、こちらのガラス窓に紫外線を照射することによってデータの消去が可能となっています。通常使用時は紫外線が当たらないようにガラス窓にシールが貼られています。先ほどのものだと NEC のシールが貼られていました。消去された UVEPROM はロムライターにより再書き込みが可能になります。ということで、先ほどの UVEPROM にはデータが書き込まれていたので、 EPROM イレイザーで内容を消去しなければいけません。ちなみにこの UVEPROM、 1972年にインテルから初めてね発売されたということで、その後90年代ぐらいまで使われていたそうなんですけども、現在はすでに製造中止となっていて、大半がフラッシュメモリに移行しているということでね、電子パーツショップなんかに行っても今フラッシュメモリーしか売っていない感じです。ジャンクショップ、中古ショップに行くとたまにね EPROM 並んでいたりします。それでは先ほど紹介した EPROM イレイザーを使って、こちらの EPROM のデータを消去します。それでは EPROM をこのトレイに乗せまして、本当に物理的ですね、こういった感じで。それではタイマーね回します。一応このね覗き窓から紫外線が照射されているかチェックすることができます。それでは30分ぐらい設定します。すっごく見づらいんですけども、若干光っています。ちょっと部屋の電気消します。こんな感じでね、内部で紫外線のランプがね光っているのがわかるんですけども、部屋をね暗くしないとここからね紫外線が出ているのかすらわからないようなぐらいでしか目で認識できないので、かなりね安全な装置だと思われます。このまま放置しておくと中身のデータが消えるということです。実際消えるのかちょっとね楽しみです。それでは先ほどと同じ設定が残っているので EPROM の中身を読み込みます。リード、リードサクセスフルということで、しっかりと読み込みが終わりました。こういった感じでね、すべて FF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  ということでね、中身が消えているようです。
それでは最後になってしまったんですけども、 EPROM 開発環境が整ってしっかり使えることが分かったので、今回はユニバーサルバイオスというのをね、 EPROM に焼きたいと思います。こちらのユニバーサルバイオス、ネオジオのアーケード家庭用ハードの自作プロジェクトのバイオスとなっています。日本語にも翻訳したんですけども、ネオジオのハードのエクスペリエンスを向上する目的とした自作プロジェクトということで、こちらのユニバーサルバイオス SNK ネオジオとは全く関係ないものとなっています。あくまでこのユニバーサルバイオスホームページの内容に従って使えば問題ないものとなっています。ダウンロードするときにいくつかの注意点があります。以下の無料のユニバーサルバイオスバージョンは個人使用にのみ使用できます。ダウンロードする前に次の条件に同意して同意する必要があります。オリジナルのネオジオアーケード本体、ネオジオのコンシューマーまた CD システム、ネオジオ CD を所有していること。ユニバーサルバイオスを個人的な使用にのみ目的としています。今回動画でこのユニバーサルバイオス使うんですけども、別にこのユニバーサルバイオスを搭載したネオジオのアーケード機をゲームセンターで使うとか、そういったものではないので個人使用だと考えられます。その他の項目に関しては配布販売に関して禁止する事項なので同意します。またユニバーサルバイオスの使用によって生じたいかなる損害についても私に責任を負わさないでくださいということで、自己責任で使ってくださいということです。上記に同意するとアーケード版とコンシューマー版用のバイオスとネオジオ CD 用のユニバーサルバイオスがあるので、今回ね、アーケード、コンシューマー用のユニバーサルバイオスをダウンロードします。それでは今回ダウンロードしたユニバーサルバイオスの 4.0、リードミーなども入っているのでね、僕は事前に読んでおきました。それではユニバーサルバイオスロムを開きます。それでは一応、EP ロムの向きを確認して、先ほどと同じ手順でロムライターに EP ロム搭載します。それではロックします。書き込み時にブランクチェックを一応してから書き込みます。それでは書き込み、ちょっと初めてなのでかなり緊張するんですけども、書き込みを行います。オン。一応ブランクチェックはしっかり通って、今プログラミングコードメモリーということで EPROM に書き込んでいる感じとなります。無事にプログラミングサクセスフルということで書き込み終了しました。クリアオールバッファーかな？これで、はい、ゼロにできたので、読み込みをしたいと思います。これで EPROM からしっかりユニバーサルバイオス読み込めれば書き込み成功したということです。リード。読み込みました。はい、無事同じ内容の文字列のものがしっかりとね、書き込まれているので、無事書き込み終了しました。それでは今回はこちらのネオジオのアーケード基板のバイオスのねチップを交換します。ちなみにこちらに見えているのがバイオスのチップということで、このチップをね交換してあげることによってユニバーサルバイオスが使えるようになるようです。それではこちらのバイオスのロムを外します。とりあえずマイナスドライバーで軽く片側ずつから持ち上げてロムを抜くツールを使って取り外します。こういった感じでね、綺麗にはちょっといかなかったんですけども、取り外すことができました。それでは先ほどユニバーサルバイオスを焼いた EPROM、 とりあえずねこの窓部分をねしっかりとテーピングしないとデータがね消えちゃうということで、こういった感じでテーピングしてこちらに搭載します。これでねうまくいってればしっかりねユニバーサルバイオスに切り替わっているということです。今回は先ほど紹介したネオジオのアーケード基板とザ・キング・オブ・ファイターズ2001、そして自作のハーネスというかねコントロールボックス的なケーブルを使って、こちらの変換かまして映像出力で、こちらのスピーカーからね音声出します。それでは電源入れた瞬間に ABC を押すことによって
こういった感じでね、ネオジオユニバーサルバイオス 4.0、はい、設定画面に入ることができます。無事ねユニバーサルバイオス焼けてバイオス焼き成功したみたいです。とりあえずゲーム自体はね何ら変わらず普通の感じになっています。ということで EP ROM 開発環境試験テストということでね、今回ね一通りね使ってきたんですけども、使う前はねおっかなびっくり、基本情報のね試験のね勉強で知識はなんとなくあったんですけども、実際ね使うとね全然違うなって感じがしました。ただ一回使ってみるとね SD カードとか USB メモリーみたいに結構お気楽な気分で使えるんじゃないかとね僕は思いました。で今回購入しましたユニバーサルプログラマー、こちらのねロムライターなんですけども、こちらのロムライターにはロジック IC のチェック機能もねついているということで、 PC8001 修理できなくてね結構動画空いちゃってるんですけども、これからね PC8001 再修理に向けてね再始動していきたいと思います。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに前回前々回の動画あるんですけど、まだ見ていないよという方いましたらぜひぜひ見ていただけると非常に幸いです。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。